日の初日に俺の子がいいやばいでしょ、絶対女の子がいい。それで学生の頃に電車に乗るじゃないですか。8人ぐらいいたんですけど、ガム食ってたんですよ友達が。俺もちょうだいって言ったら、その友達がはいって食べて、そしたらその隣のやつがお、ガムいいねって、ガムちょうだいって、それを20分永遠続けるっていう、すごい幸せな、ほんと何億分の1の多分環境だったんですよ、それは。その友達がすごいですよ。いやいやいや、俺の中でもう普通やって、普通っすよね。いや俺、でもキスはできる、キスはできる、それは挟まれた。いや、それはこの間のシーンの追加するみたいな、いや、キスはできるわ、わかるわ、みたいな、それは笑いのためならやるよ、それぐらいって思ったけど、ガンに20分渡し続けた話してるから、パソコンは、俺のパソコンまで去年ね、サメロックっていうね、あった、気仙沼であったで、それで一番最後は腹切り万歳がパフォーマンスして咀嚼ゲームって、最初5人並べる、もうすでにエグい、もうすでにエグい、で目隠しされる、でじゃあ今から食べるものは何でしょうって当ててゲームで、でブルーチーズって言ってた、まあ、僕らは知らないですよ、目隠ししてるから。で1人目がこうやって口の中で10回噛んでて、でその後2人目が10回噛んでて、うーわーマジで、3人目が10回噛んでて、で俺4人目やったんですよ。もう固形じゃないね。だからもうさ、もう全然固形、もう固形じゃない、もうドロドロ、エグ、ヨーグルトじゃないですか、もうすでに。たださっき言った通り全然大丈夫でした。あ、それも何か分かんないから、いや、人の、いや、人の口から来たっていうのは、あ、それは分かんのか、それは分かんのか、いや、それは観客がいっぱいいて、あ、まあ、そこ、あ、なるほど、ね、みんな来たって言ってたら、もうそのドロドロが、よりドロドロの方が面白いんじゃない、面白い、耳を感じて、嬉しい、芸人の関係だぞ、全然大丈夫だ、どういう人か分かりました、ちょっと美味しいなと思った、めっちゃ嫌そう、全然分かんじゃないですか、大人になるか、なるのか、人に強要することはできないです、そう、今日は大切だから、はい、今日大切な日だからね、どうしてもやっぱり僕は、女の子がいいです。そう、いい絵が撮れた、絶対やだ。いや、もう戻ってください、責任取ろうよ、お前はいける、お前はいける、わ、楽しい、That's one, two, three, 麦の線、サバー